ハネワル・イテック・カイ124は、商用のハネワル・トフ731から派生した、低バイパスターボファンエンジンである。カイ125は本エンジンの、アフターバーナー付きバージョンである。本エンジンは1970年代後半に、中華民国空軍の a ドックカイシー K1、戦闘機用に開発され、1979年に、初飛行した。カイ124。 海125エンジンは、その後、T-45 や、ジャニュアなどの他の航空機への搭載が提案され、現在では L-159 や M-346 に搭載されている。海124は、高圧圧縮機に、軸流式圧縮機と、延伸式圧縮機の両方を使用する、二軸がスタービンエンジンとしてはかなり珍しい、設計である。現在、 このエンジンは3種類しか生産されていないが、これまでにもう少し多くの派生型が提案されてきた。1978年、ギャレット社は、中華民国空軍向けに開発中の a イドック i c k 1戦闘機にエンジンを供給するために、スウェーデンのボルボフリューグモートル AB とト,トフ1042アフターバーナーの共同研究を発表した。 トフ731モデル1042は低バイパス比の実績のある商用トフ731エンジンの軍用派生型であり、次世代の軽攻撃、高等訓練機に効率的で信頼性が高く、費用対効果の高い推進力を提供すると謳われており、推力はドライで 18.9KN、アフターバーガー使用時で 30.2KN である。初期交渉の結果、 投資額は、ギャレット、ボルボ、エイドク、イタリアのピアッジオの4社で分担されることになった。開発は、軽攻撃機、高等訓練機用のアフターバーナーなしの特線42から6と、AMX や海マイナス5アップグレード用の特線42から7で構成されている。コアエンジンは、ギャレット社が担当し、ファン部とアフターバーナーは、ボルボ社が担当する。 このエンジンは1979年にボルボのテスト施設で3時間の稼働が初めて実施された。エイドックはまたグリペンへの利用などのゼネラルエレクトリック艦404に対抗するために総発エンジンのソリューションとしてドフ線42から7を水力31から 36KN へのアップグレードを提案した。しかしグリペン計画は ボルボ製造の単発エンジンの F404、派生系を継続することを決定し、その時点でボルボはグリッペンの作業に専念するためにプロジェクトを離れた。ピアッチオは金銭的な理由から後日参加を希望し、同様にプログラムから離脱した。こうしてギャレットとエイドックだけがインターナショナルタービングエンジンコーポレーションに出資し、1982年に契約を結んだ。 1988年、イテックは12000ポンドのトフ1088から12への投資を決定し、トフ1042から 70A として再指定された。予備研究では、IDF はこの新しいエンジンでスーパークルーズが可能であることが示されていた。同時に、GE は F404 の小型版である J101SF で市場投入を決めた。しかし、 予算の関係で IDF の受注が半減したため、ドフ1088から12エンジンのアップグレード計画も終了した。開始 EK-1 戦闘機は1989年に初飛行し、1999年まで納入された。ギャレット社は1990年代初頭にドフ742コンセプトを発表した。ドフ1四十二の改良版コアで構成されたドフ四十二は、 BAE146 や MPC75 及びその他の将来の航空機などの総発機向けに推進された。70から130席旅客機の市場を狙ったトフ742は水力 18000LBF ギアボックス駆動の勾配パス費ターボファンであった。1990年代半ば、アライドシグナル社は欧州の将来の大型軍用機用に ドフ1042のコアをベースとしたターボプロップエンジンの開発を検討した。アライドシグナル、エイドックおよびその他のアジアのパートナーはドフ1042の派生から産業用ガスタービンを作った。当初は12000馬力の AS1042 であったが13000馬力のアセ120へと進化させた。1990年代初頭、アメリカ海軍は T-45 練習機を、K、K124 エンジンへの換装を検討した。1994年、このエンジンを搭載した T-45 の飛行テストを行った後、USN は中止を選択した。1996年に、マクドネルダ・ダグラスが、オーストラリア空軍に訓練機要求の競合として、K、K124 エンジンの T-45 を提案したとき、 カイ124にエンジン搭載 T-45 の可能性が再び浮上した。ブリティッシュエアロスペースはラフの訓練機要求に対して BAE ホークを選択肢としてカイ124を提供したいと考えていたがイテックはカイ124の提供許可を拒否した。ラフがホークを訓練機として選択したためイテックの判断は間違いと判明した。しかし、 選定後、ラフは、カイ1 2 4とロールスロイス・チュルボ・メカ・アドアとの間で、新しい訓練機の動力源として、別の競争を行うことにした。1997年、ラフは、アドアの採用を決定し、カイ1 2 4が、ホークや、T、T-45 に採用される可能性は事実上、なくなった。1994年、K124 エンジンは、 チェコの l 1 5 9アルカ軽戦闘機に採用された。この組み合わせは1997年に初飛行した。2000年、アレーニア・エルマッキ社は、新型の M-346 練習機、軽攻撃機に、K124 エンジンの搭載を発表し、共通のライバルであるアドアよりも K124 エンジンを選択した。2009年、 アラブ首長国連邦は M-346 練習機に K124 が -200 を搭載すると発表した。K124 エンジンは2000年代初頭にボーイング X-45A 無人戦闘機の実証用航空機に搭載された。2017年 a ドックは t 5豊かに K124 の派生系を採用することを発表した。 エアロインディア2013でのイアフジャギュア用のハネウェル海125エンジン2009年時点インド空軍はジャギアに搭載されているロールスロイスチュルボメカードアの代替としてアフターバーナー付き海125エンジンを検討した新エンジンは軽量化と高出力化を両立させたエンジンで2007年に実証に成功したジャギア地上攻撃機の変態を高馬力エンジンにする インド空軍のこの提案は、高コストのために10年後の2019年8月に立ち止まった。もともとジャガーに搭載されていたロールスロイスターボメカ、アドゥールマーク811パワーパックの代替として、180機の F-125 インターボファンエンジンの価格を24億ドルで、ハネウェルが見積もったことを、ジェーンは引用している。海124エンジンは、低バイパス比に軸エンジンである。 ファン、低圧コンプレッサは、シタン製ブレードによる三段構成となっている。第一段には30枚のブレードがあり、三段ファンの全体の圧力比は2.5、1となっている。空気の一部はバイパスされ、残りは高圧圧縮機に供給される。高圧圧縮機は、小型ターボファンエンジンに共通の配置で、同じシャフト上に、軸流圧縮機と延伸式圧縮機の両方がある。 4つの軸流圧縮機と5番目の遠心式、圧縮機がある。すべての回転翼とインペラーはチタンから作られている。燃料はアニュラ型燃焼機で燃焼され、コアの流れは単断高圧タービンを通過し、その後に単断低圧タービンを通過する。HPT は空冷式である。ファンからのバイパス空気とコアからの排気は共通のノズルから排出される前に混合される。 百125エンジンの派生型では混合された流れはアフターバーナー部分を通過する。百124にはアフターバーナーがない。一般的特性構成要素性能出典。関連するエンジン同等のエンジン関連する一覧。ありがとうございます。